さ、なんかスマホをね。うん。そしたら、矢作の絵を見てた、ここで、の、あ、先週の、のしったんでしょ、ね。ね。この矢作やばくないこの人。病気じゃないか。あの絵は。病気の人の、ね、そう。本番中に描いてた。あれ、すげえ笑ってた。あ、病気の人の絵なの？病気の人の絵だけど、ものすごいセンスあるせいだ。あの絵はすごい、すごい強いだよ、とにかく。パワーが。力の力がね。あの絵には。うん、すんごいよ、笑ってた。ナモが好きそうなデザイナーじゃないの。木から出てきてる人なんですよね。ああ、そっか、木から出てきてるね。枝から出てきてるんですよね。確かあれはすごい。俺も思ったもんね。あの時初めて見た時も。俺もすごいな、この絵は。パワーありました。パワーあるんだ、あれね。やっぱなんだかんだ、ね。得体の知れないね。眠かった時あれは2時半過ぎの。眠かったからね。今日俺絶好調だからね。すげえ寝たから。うん、どうなの？今日帰って寝た。あ、帰って寝たんだ。3時間ぐらい ?4 時間そんなには寝てないけど、うん、でも、寝たよ。へぇー。2時間、うん。2時間。から2時間半ぐらいかな。へぇ元気だね。元気。今日は。今日は書かないんだもん、元気ね。元気ね。元気ね。あれ面白かったな、そういえば。バイキングのさ、前室。バイキング。あ、面白かったね。あれすごいね。デヴィ夫人ってやっぱすごいよ。あの人、すごいわ、やっぱ。はあ、面白いわ。もう、やっぱね。うん。すごいのが、うん。前室始まる前にさ、ちょっとこうあるんだよね。会議室みたいな場所で。まぁ、あ、ちょっとこう、軽く打ち合わせがあるの。うん。もうほんと別に打ち合わせするような内容じゃないんだけど、まぁ、あ、一応こう、ちょっとね、おはようございますみたいなノリの場所があって、そこで伊藤舞子さん、今今年、いや4月からか、今回から、伊藤舞子さん入ったのね。そう。で、デヴィ夫人も入って、うん、バイキングね。うん。それで、伊藤舞子さんが台湾に行ったって言って、うん、お土産を買ってきてくれたの。うん、チョコレート。ゴディバの。うん。ゴディバのチョコレートです。おー、空港で買ってきたって。うん、で、置いたのね。うん、そしたら、デヴィ夫人がとかバーって入ってきて、うん、何これって言うから。これは舞子さんが、うん、台湾で、うん、買ってきたんです。ゴディバの。って言って、見たら、へ、そうなのってこう、見出して、その、箱、ケースを、ね、ケースをこうやって裏返して、あーた、これ、絶対偽物よあーた、こんなの偽物に決まってんじゃないのって、ね、すごい蓋の匂いとは嗅いでね。蓋の匂い。匂い嗅いで、うん。あんた、ゴディバがこんな安っぽいね、ケース作るわけないじゃないですか。舞子さんのせっかく買ってきたものを。目の前にいるのに。目の前にいるのに、ずーっと偽物だっつって、いやいや、デビジー、そんなことやって、空港で、ね、売ってたんですよ。うん、いや、空港なんか関係ないよ、こんな偽物よ偽物マジで言ってたから、それを。言うんだよ。マジで。ずーっと、永遠と、うん。だからもう面白くなっちゃって、でも舞子さんちょっとこれ謝った方がいいでしょ、みたいな。でも舞子さんも、あ、そうですね、私が、もしかしたら偽物買ってきちゃったのかな、なんて。顔ちょっと引きずってんだけど。でもデヴィ夫人が一切緩めないんだよね。ほんと。そう。ずっと。だから面白いから俺もそんなことないっつって、食べたの。うん、絶対これは本物だから、って言って食べて、はぁ、美味しい、あ、これ絶対ゴディバだっつったら、うん、本当っつって食べた瞬間、絶対違う偽物偽物こんなにしないゴディバは木曜ちゃんと何やってんのよすごいなぁ。おぎやはぎのメガネビーキーだった後、あれだよ、バイキングで、デヴィ夫人が行列でなんか食べるっていう企画があって、うんうん、はい、で、その、食べたラーメン。ラーメンあったね、うん。ラーメンがあって、それがね、そこのラーメンは豚を使ってないと。そう。豚骨を使ってない。鶏ガラでやってるんだよね、そういう鶏のラーメン。うん。うん、やってんのね。うん。ほいで、だけど、絶対入ってるっていうの。豚骨が絶対入ってるって生放送で言い始めたから、それを見てた店主が、やっぱり、いや、使ってないんだから、本当に、うん。使ってないですよって言ってくださいと。
そう、フジテレビにもう生中に電話がかかってきて。生中に上がってきて。で、すぐこっちで、はい、ちゃんと訂正したんですよ、アナウンサーが。アナウンサーとエンディングで。うん。今、そこのね、お店から、かかってきまして、デビさんね、そういうのおっしゃってましたけど、トンコツ使ってないそうですって、終わるはずじゃない。そうですね。そうですって言ったら、嘘よ嘘私飲んだんだから絶対言う、もう聞かないの。もう聞かないのよ、あの人。嘘よ、そんなんだよ。俺でな。そのまま。そのまま終わったんだから。終わっちゃった、嘘よ。使ってないのにね。使ってないって言ってんだから。その後も終わってから、うん、そのスタジオから楽屋帰るまでに、ずっと俺たちが、いや、デビューさんね、あれは、豚の背脂っていうのがあって、背脂はね、使ってるみたいになったんだよね。うん、そうそうね。だから、それを豚骨の味と勘違いしてるんじゃないですか。いいえ、あれは豚骨を使ってます。作ってねえじゃん。ひどいんだよ。ひどいんだよな。覚えてんだよな。あの人すげえよ、ほんとに。ほんと面白いよ。すごいよ。もう、すごいね。認めないから。認めない。すごいですね。うん、すごいよね。まあ、それはいいとしてさ、今日のまたメール、うん、テーマ、はい。メールテーマね。今日のメールテーマはね、うん、最初、オープニングで、うん、うちのね、新しく入った新人マネージャー、はい、橋本ね、うん。まあ、ラストサマーでね。ラストサマー。うん、はい。まあ、まあ、一応合理的なことを考えたと。はい。いうことで。うん、まあ、だから今、この、世の中でさ、うん、ある。はい。合理的じゃないこと。うん。うん。ああ、これをもっと合理的にいけるんじゃないかと。うん、これなんで今、今、この時代まだこれやってんのとか。うん。うん。ああ、なんかあるだろうね、うん、そりゃね。自分の中ででもいいし、うん、自分の会社にあるシステムとか。こすれいのに。うん、こすれいのになんて案があったらもちろんそれでもいいし、うん、まあ案がない人は単純にほら、なんでこれってっていう。うん、うん、うん、うん。合理的じゃないやつ、うん。はい。合理的じゃないことをなんていうの？不便。不便。不便。簡単に言うとね。簡単に言うと不便。そうなんだ。不便な、ね、不便なことね、うん。不便なこと。うん。非合理的。ああ、うん、なこと。非合理的。いい、なんかいいね。テーマね。玉結びっぽくない？そう、昼の番組っぽいよ。ねえ。珍しいね。非合理的なことを募集します。はい、ファックス番号東京 03-5562-9540。メールアドレス、メガネアットマーク tbs.co.jp。すべて小文字でどんどん送ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。先週ね、お伝えした通り、はい、いよいよ第3回クソメンがやる、俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙がね、うん、行われると、はい、いうことで、まあ、6月11日ですので、残り1ヶ月切りました。切ったんだ、うん。という、まあ、はい、総選挙を控えて、うん、これはどっちかどうかちょっとわからないんですが、うん、人気アイドルグループパスポのメンバー、21歳のツイッターアカウントが乗っ取られると。はい、うん。ああ、しかも乗っ取られたツイッターで呟いた内容が他のメンバーの中傷、うん、さらにはファンを冒涜、うん、あげく、枕営業しているかのようなひどい内容だと。おうおう、ね、これはもう本人にとってはもう何のうちでもないですよね、乗っ取られて書かれてるから。乗っ取られたっていうのか、そういうことなのね。うん。ですから、はい、まあこれはアピールなのか、乗っ取られたじゃアピールならないもんね。そうだね。自分で書かないとこういうことは、これからは。そうか。うん。でも芸能始めてから何人とエッチしたんだってよとか、みんな付き合ってもないのにエッチしてばっかりだから、などと衝撃のツイート。うん。これは乗っ